僕は画家になりたい25歳。昔から絵が好きで、初めて絵を描いたのは3歳の時でした。自分だけの世界に入り込んで、言葉では表現しにくいことも表現できるのが絵のいいところだと思います。僕の絵に少しでも共感したり、何かを感じ取ってくれる方に僕の絵を届けていきたいです。今回描いた絵は、普段何気ない食事の中で、僕たち人間よりも死が身近にある動物たちの命のありがたみをふと思い出してほしい、そして僕自身への食事への感謝を忘れずにいきたいな、という思いで描きました。認知の豚。